髪型とか大丈夫？あ、大丈夫です。ちょっとジャムおじさん系？ん？ジャムおじさん系になってます。いくよ。はい。フラワンダフォーライフ、皆さん今日も植物の毎日やってますか？はい。学べる、遊べる、楽しい YouTube チャンネル、オニチャンネルの時間がやってまいりました。園芸界の奇跡、植物色の毎日が起こしております、はい、フラワンダフルライフが園芸界、いや暮らしに奇跡を起こします。店長、今日は何を教えてもらえるんですか？はい、今日はもう全部出しちゃいましょうか。はい、見えますか？極意。極意です。はい、もうきょんきょんきょん今日で完全版ということにしましょう。完全版。うん。毎年毎年やっぱりこの季節がやってくるじゃないですか。はい。ペチュニアの季節やってくるじゃないですか。はい。ね、ペチュニアの季節来ます。今年もやってきます。はい。で、もう今日のこれで今回でもうコンプリート版です。すべてをさらけ出しましょう。はい、はい、過去の動画も含めて、うん、最近鬼チャンネルをね、見始めましたっていうありがたい視聴者さんもいらっしゃるみたいなんで、はい、過去にもやったことなんですけど、おさらいを含めて今日はものすごいおしゃれなのを作りたいなと思ってますけど、ペチュニアのこと何でも聞いて使わさいと。はい、はい、まあ、今ね4月の12日13日とかその辺りなんですけど、中旬、はい、で今年は特に暖かいじゃないですか。美香さん、暖かいですね。暖かいですよね、3月から。だからどうですか皆さん、ビオラがもうほんと伸びてきたのもあるでしょ。パンジービオラ今まで大活躍だったけど、はい、そろそろ引退です。引退、はい、はい、なので速やかにやっぱりまたこの春の若手にねパスをしていかないといけない。そのレギュラーの座をですね、今度はまた新しい春の花に変えていきましょうと、はい、でやっぱ伸びてない品種はまだいいですよ。はい、うん、伸びてる品種、伸びちゃってていくら切り戻してももう無理ですから、パンジービオラに関しては。はい、なので、伸びてしまったやつから順番に植え替えていって、5月のまあその中旬ぐらいで全部植え替えるみたいなのがいいんじゃないかと思うんですよ。まさに今がベストですね。なんで今から少しずつもう、なんていうのかな、いくらこうそれをあがいてもっていう大事です。なんか言い方悪いけど、もう復活はしね、綺麗な状態で復活してきませんので、うん、天候の兼ね合いがありますので、少しずつ植え替えを始めていく。その植え替えをするのに、まず思いつくところというのはペチュニアでしょう。そうですね、まあ、すごいですもんね。すごい、バーベナとか もちろんいい、うん、でその中でペチュニア類って結構いいじゃない、カリブラコア、はい、でもその中でも今日はねカリブラコアまで行き着きません、うん、なぜならば、はい、なぜならば仕入れすぎちゃったのね。え、店長仕入れすぎちゃったのね。もうなんかもう店内見たら分かりますよね。勢い余って仕入れすぎちゃったのね。今週いっぱいあるね。お願いするあるね。いやーもうね、だってしゃあないやん、うん、できてんもん、いっぺんに。そうですね、あっちに頼んでた、こっちに頼んでた、こちらにも言ってた、いっぺんに上がってきたやん。俺のしゃあない。でもそれぐらいでもやっぱ人気あるし、いい、うん、いいじゃないですか、はい、なんでね絞りきれないぐらいいいんで、もう思い切ってねやりきっちゃおうと。はい、そしてその代わりただ販売するだけがエコマーション鬼塚じゃありませんから、そのなぜこれをこんなに扱ってるんだっていうこと、それはもうもちろんいいからですからね、ものすごいいいからなんで、その問題じゃないよ、その要はペチュニアですよ。はいはい、あります。はい、やばい、仕入れすぎたペチュニアですね。仕入れすぎたってはっきり言わなくてもいいじゃないですか。ちょっと今週は多いぐらいで。仕入れすぎた。これでもすごいですよ、この下に今まだ映してないですけど、これ
一つずつ集めてきてこの数ですよね。そう、そうなの。それが何ケースかずつあるんですよね。そうですよね。はい。でもどれもだっていいから、もうでもその俺の気持ち分かってくれると思いますよ。はい。なので移します。一回見てみましょうか。はい。ダン。すごいね。すごい。すごい。もう今日はあのスポーツ、俺のスポーツニュースじゃなくてこの品種紹介がもう早送りかもしれない。そうですね。はい。はい、見てください。これクレイジージュニアのピンクとパープル。すごい。いいですね。いいですね。はい。でね、今日断りを先に入れますが、はい、こう4月12日の、この午前中の時点の話ですよ。13日か。4月。明日も来ます。今日の午後。今日の午後来る。撮影にちょっと間に合わないタイプが来ると思いますか、ね。はい。はい。だって今日は、そしてサフィニアが間に合ってないんですよ。そうですよね。サフィニア。サフィニアがちょっと入ってないんで、だからサフィニア一回なく売れちゃって。でその後なんですよね。はい、はい、これクレイジーチュニアね。クレイジーチュニアビバカップね。ビバカプチーノ、はい、まあ、もう一番人気かなっていうぐらい人気ありますね。人気ですね。はい、ビバカプチーノおしゃれですね。おしゃれナンバーワンね。はい、はい、ビバカプチーノ、はいはいはい、2色上だったよ。チェリー&オリーブ。おお、二色上、うん、楽しいね。はい、そしてこんなのどうですか。晩餐館、晩餐館、桜なんとか晩餐館シリーズ、パープルと桜色ね。ちょっとおしゃれな八重咲き系、はい、八重咲き系がありますね。はい、そしてこのマルベリーっていうのもある。マルベリー、ショーリンペチュニア、マルベリー、お、すごい、すごいグラデーション。はい、いいですね。でスーパーチュニアもちょっとすいません、今今日はビスタのシルバーベリーぐらいしかないですけど、見てこの株ね。綺麗な株。ほら文句ある？ないです。ないです。ないです、ね、いただきました今日も。ないです、シルバーベリー。はい、はいはい、これが、まあ、今先ほど到着しましたね。今先ほど、はい、はい、今先ほど、はい、そしてはい、まさきと花舞姫っていうのこれ、うん、はい、もうちょっと変わりだね。ゲブラさんのやつね。まさきと花舞姫ジャパンって書いてる。ジャパン、ジャパン、はい、はい、いいですね。はい、そしておっとこれはココ。ほ、すごい、プルセシフォンココ、ゴージャス、すごいなあこれ。こうなんかどう、なんか特徴書いてるかと思った。はい、すごい株でございます。かわいいですね。はい、ホワイトとパープルのミニ系のダブルですね。これね、あのどっちかというとなんかこう何色、白じゃないね、真っ白じゃないね、ライム色、ライム、ライムホワイトね。うん、そうですね。こっちはブルー系の綺麗な、これちょっと違うの入ってた。素晴らしいココでございます。はいね、ココ、ここにしかありませんよ、ここ。ここにしかありませんよ、ここ。はい、マドンナ、マドンナもあります。マドンナもね、2色だけしか持ってきてない。パープルスターと、マドンナの宝石のピ、まあ、ピンクですね。定番のマドンナね。はい、あるでしょ。ですね。これも大きくなります。はい。そして今度はこちら、はい、あ、大塩さんシリーズいきます。大塩さんシリーズ、モンローウォーク、モンローウォークが、シルキーラテとベールモーブシルバー、人気ですねこれ両方ともね。ベールモーブシルバー、モンローウォーク、これ両方ともおしゃれなね、すごいね、ラベルも可愛いですね、丸くて。はい、そしてこっちがあ、ジュリエットシリーズよ。ジュリエット、ジュリエットもね、ブラックが今日ないけども、はい、これがモダンワイン、モダンワインです。ジュリエットのモダンワイン。モダンワイン。見て、おしゃれ。これほら、これモダンホワイトって言うんだって。すごくない？すごい。すごいよね。あ、モンローもう一個あった。もう一個。ベールバルド。わあ、これもすげえな。モンローウォーク系が一重なんですね。一重ですね。ジュリエットは八重なんで、はい、モンローウォークのこれベールバルドって言うんだって。
すごいね、名前の意味は全く分かりませんが、とにかくすごい地震だって感じ、うん、ね。ほら、すご。綺麗。一目惚れするペチュニアね。はい。モンローウォークじゃなくてジュリエットにもう一個桜モダン。ああ、これですよ。このラインナップですよ。桜モダン、モダンホワイト、モダンワイン。これはそれは人気出るでしょう。本当ですね、うん、ほら選べんやろ、さっきからこう俺がお知らせ お伝えしてるっていうか紹介してるね。はい、こんなのどう、目が覚めるような青と白、ブルーフラッペ、ブルーフラッペにまさしく宇宙星空のようです。これ氷河の空って書いてますよ。すごいね。はい、青系もいいですね。青系もいいですよ。そしてビーバービーバーラレボリューション、ビーバービーバーラレボリュー、毎年歌ってるのこれもうビーバーのバイオレットベイン。ビーバーはね、他にも種類が本当あるんです。ただね、ちょっと今回はね大株なんで、ちょっとずつしか入荷してないんで、それは。うわ、パニエのレモン、パニエのレモン、パニエのレモン、ペチュレドレ、ペチュドレライム、パニエレモン、八重咲きのペチュニア、優しいライモン色よこれ。可愛いですね。はい。あとは、はい。スイートサンシャイン。八重咲きのペチュニア、スイートサンシャイン。これも優しい色ですね。はい。あとビーズニーズもね。あれビーズニーズどこ持ってた？ディズニーズ来てないね。後で紹介します。はい。とか、先週も先々週植えたかな。このラブリーアイ系ね、ラブリースカッシュとラブリースカイは、はい、今日は端折ってます。はい。はい。っていう感じでね、まだまだありますね。でも店内ありますよ。はい、ありますあります。いいですな。だからそれぞれ強さ弱さっていうのは、まあ、多少あります。で全体的にペチュニア全体的な話ですよ、ミカさん。あのこれひっちゃこねっちゃこするじゃないですか。ひっちゃこねっちゃこするじゃないですか。はい、こうね。なのであの水がかかるとそこがねぐちゃってなりやすいんですよね。でそれで花弁のやっぱりペラペラのちょっと弱いって言うとあれだけど、花弁の薄いタイプと花弁のこうしっかりしたごつい分厚いタイプがあって、花弁の薄いタイプっていうのは特に雨とかねしぐれたりするのにちょっと弱いところあるので、できれば雨ざらしよりは雨が強いときは傘を立てるか、ちょっとこう雨よけするとか、軒下に移動するとかでね対処してほしいなと思うんですけど、そのひっちゃこねっちゃこするね、あれでしょ、それが要はこれ株を守るためにこの人たちがつけていった体制なんですよね。はい。でいいとこ悪いとこあるんですけど、それひっちゃこねっちゃこするときにね、花掃除するときにやっぱねビチャビチャするじゃないですか。ちょっとベタベタしますよね、うん、ベタベタする。その時はね指先を濡らす、指先を濡らして取る。そうするとね全然ベタベタしないんで、はい、これテクニックよ、ね、指先をね濡らして、はい、でこう花を取る。花を取る時はねこのね柄が残るとかっこ悪いんで深いところでねなるべく取ってください。こうして柄が残ってないでしょ、はい、ちょん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 上で切っちゃうと柄が残るじゃないですか。こうして切っちゃうとこの絵が残るじゃないですか。絵が残ってますね、うん、これ格好が悪いんで、うんうん、やっぱ奥の方でね、はい、元の方から、そうそう、元の方から取るときは取ってください、はい、ね、はい、この花だけねこうつまんでから引っこ抜くしてるんですよ、こうして、うん、これだとね、ここに種が残っちゃうんで、はい、種ができてたりする。これ栄養がいくんですよ、うんうん、だからこの栄養がここに行くと先の方の新しい花に栄養が行きづらくなるんで、はい、ちゃんとここはね根元からちゃんと取ってください。暑さは基本的に強い。暑さは基本的に。そう、ナス科の植物ですか。夏の植物なんで。ただそのしぐれる長雨、雨ざらし、日本の豪雨、梅雨、これが苦手なんです。そこ越せばまた全然いいんですけど、そこのところを皆さんちょっとね対処して、群れ対策、長雨対策、ここをしっかりしてもらえば暑さは本当にいけます。カラッとしてる暑さがもう大好きって感じかな。まあカラッとはなかなか真夏はしませんが、
そこは気をつけてください。そしてどれも結構大きくなる品種がで、上にモコモコモコっていくタイプと結構こう、ベタっといくタイプ、これサフィニアのパープルとかベタっといくタイプ、それとなんか四方八方にこう枝がこうのは、株の時点で見分けがつくので、はい、それはね見てみてください。もうまたこのシルキラデみたいな、これ結構株が四方八方に結構ね自由に遊ぶタイプ、自由に遊んでますね、うん、遊ぶタイプね。でココさんとかもモコ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 じゃないですか、モコ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 となってくタイプ、モコモコモコとなってくタイプ、この時点でも分かるわけですよ。そうですね、全然さっきと違いますね。そうそうそう、だからこういうのをなんかサフィニアとか見てこうなりますか一株でって、うんうん、その一株でこうなりますっていうのが売りじゃないわけですよ、はいはい、これ花色見てほしい、まとまって咲くとかそういう寄せ向きみたいなところ見てほしいっていうところね、はい、違いがありますので。あとマドンナみたいなのはね、一株でこうなるやつっていう、もともとそういうのが売りなので寄せに使うというよりはこれだけで単鉢で楽しむ、はい、いい、はい、なんとなく分かった、はい、はい、でこういうねおしゃれ系のやつはやっぱ寄せ系かな、どっちかかなってことです。大きく分けて一株で大きくか、うん、おしゃれに寄せ植えか、うん、でこの一株で大きくっていうのはやっぱりマドンナ、サフィニア系ね、はい、とかスーパーチュニアね、これが向いてると思います。あとはラブリアで、おしゃれな寄せは同じタッキーさんでもギュギュとかね、その名の通りギュギュじゃないですか。あ、ギュギュもないからね、うんうん、ギュギュとして、あとは変わり種の花色ね、変わり花ね、変わり花ね、八重咲きだったりね、はい、ちょっとおしゃれな花色だったり、これがちょっと大きく分けて分類なんで、ね、大きく育てるっていうのは過去回でもやりました、ね、この大きく育てるっていう方法は大事なのはピンチ、そうすごいね、もう鬼チャンネルの申し子やね、ピンチはい、はい、それと肥料お、そうですね、で徐々に、まあ実は徐々に大きくしていくね、3.5 寸が5、6寸ですね、うん、で、5、6寸が80寸ね、8から10、その順番さえ守ってもらったらいけます。で、過去回にサフィニアの桃色ハートで作ってるのありますよね、はい、まあ、それ改めてこの後必ずそっち見てもらっていいかなと思うんですけど、まあ今日せっかくなんでラブリーアイ、はい、せっかくあるんで大きくなる、一株で大きくなるタイプだからね、一株でとにかく強いしね、ラブリーアイは花弁がこれラブリーアイみたいなのが花弁が厚いって言うんですよ。ちょっと触ってみようかな、はい、わかる？これ見てくださって、あ、そうですね、他とちょっと触り比べるとわかります、はい、そう、ちょっと微妙な違いなんですけど厚みがあるんですね。これが雨に強いタイプだから、うん、とにかく強い、はい、で、これラブリーアイ見たらわかるように、これを一株で大きくする場合、ね、6号から7号サイズの1ポット、はい、ね、まあできればね、大きくするんだったらもうスリットポットとかがいいんですけど、ここにこう植えるんですけど、このまま植えたんじゃありませんね、前も言いました、昔も言いましたね、はい、何本か6、7、8本こう走ります枝が、はい、これをね、有無を言わさずキャー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 、はい、全部切り残さずに全部切ってください。ピンチするときは全部、はい、ね、残ってると残ってるその先にだけ栄養がいくんでこうピローンってなりますから、はい、必ずこうしておくとこの切った下からね芽がねぶわーっと広がってくる、これ基本よ、ね、ポットの大きさぐらいでぐるーっと切っていいです、はい、はい、そしてこれをもうね、スリットポットにとか
あの植えたいね。でペチュニアよりはね根が深く多くなるんで、ちょっと深めの鉢とかも結構似合ってるかな、はい、で肥料大好きなんで、はい、ね、中の葉っぱが黄色くなってきたのは胸じゃないですよ。花が咲く頃に中の葉っぱが黄色くなってきたら、それはね、花が咲く頃になってきた時は群れではなくて肥料切れなんで、はい、この青さが基準です。はい、はい、元肥もしっかり、元肥しっかりで、ポットを外してね、はい、肩を取ってね、まあ、黄色い葉っぱがあったところで取っておいて、はい、そしてどうするんでした？根っこね、根っこを必ずこうぐるぐるぐるってなったら必ずむしって、これで真ん中、深植えにはしない。むしっちゃっていいんですね。むしっちゃってください。新しい再生根でぐんぐん大きく育ちます。これだけでございます。強いですね。強いです。そしてあとは大きくなってきたら、大きくなってきたらこの玉の肥料なんかを、はい、こう周りにね、うんうん、上にかぶせちゃダメですよ、はい、周りに置く。もうあとはこれで大きくなっていくのを、もうびっくりするぐらい早く大きくなってきますんで、あとは楽しんでください、はい、で詳しくは過去回の動画貼り付けておいて、皆さん、はい、概要欄にね、はい、貼っておいてください。はい、これでまずは一つ目の、まず究極の楽しみ方の一つ、一株で大きく育つっていうのはこういうやり方ですよ。じゃあ今日はせっかくなんで、この下のおしゃれ、おしゃれに寄せ植え好きやろ、そこの見てるあなたもおしゃれしたいでしょ。全然おしゃれな言い方じゃない。ペチュニアをおしゃれにするのに大事なことが一つあって、まあおしゃれな花なんでね、なんですけど、どんな感じって思って、おしゃれにするのは何が必要ですか。鉢。鉢、それ鉢ですよ。鉢、はい、ちょっと深めのトールの鉢ね、これもかっこいいですやっぱ。型的に昔やったでしょ、寄せ植えの型、モコモコ植えです、モコモコ植え、トールの鉢かっこいいね。ここにかっこいいでしょ。これ結構ペチュニア系では基本です。あ、ちなみにさっきの見せてなかったラブリーアイ、ラブリーアイそれで植えて作って順々にやっていけば、すごいですよね。こうなりますんで、これ一株です。ちょっと離れないと映らないぐらいの大きさ、はい、こうなるんですよ、本当に一株ですよね、これ。さっきのを繰り返して、これを繰り返して、また伸びたら切る、伸びたら切るをやってもらって、肥料ガンガンで、肥料ガンガンです。もうこの後もう一握りぐらいやります。すごい、こうなるわけですよ。でこれも見てください、通るでしょ、鉢が。そうですね、わかります。ちょっとやっぱ根がねかなり多くなるんで、これロゼアポットからここちょっとこう縦長の鉢、これがいいと思います。はい、これ基本なんですよ。すごいね、これすごいです。すげえ、株の元がどこかわからん。ちょっと一旦これ引きますよ。はい、はい、ちょっとこういう鉢を意識する。はい、さらにちょっとそれがとよくない、一番合う形は何かも分かりましたね。ワールドカップです。カップ型の鉢見方、はい、カップ型が一番合います。カップ型、カップ型、今日のはねプラスチックのカップ型や、もう分かるでしょ、合うんです。そうですね、はい、イメージそんな感じです。そう、こうしたいんです。カップ型でモコモコモコとしたいんです。これが一番合う、ペチュニアのこれ、うん、本当は教えたくなかった極意でした。はい、なので今日カップ型に寄せしてみるとよくないかな。はい、カップ型にもちろんさっきのようなラブリアみたいにこうでいいですよ、ね、それはもちろん絶対大丈夫です、全然問題ありません。ただまああえて今日はそのカップ型に
寄せしてみましょうか。はい、28センチやって。はい。28センチということは27センチ、内径27センチ。はい。ということは9号ですね。はい。はい、9号鉢みたいな感じ。お、結構あるね。結構あります。はい。でこの鉢ね、プラスチックなんですけどね、おしゃれでしょ。いいですよね。うん、でね、こう足がちょっと外れるタイプなんで。はい。足につけるとき気をつけてください。ああ、植えるとき気をつけてね、足がポコって外れないようにね。入りました。うん。でね、穴も開いてるんで。はい。はい。こうしてね、このままいってるでしょ。はい、ここに植える。お、27センチ使うのに、これカプチーノや、やっぱカプチーノ、カプチーノ、カプチーノ、どうですか、カプチーノ置いただけで、すでにいい感じ、ね、せっかくなんで、僕あれがカプチーノにブエルバルドのなんかどう、これ、うわ、ちょっとあれ、こっち、こっちかな、こうかな、はい、ちょっと広いね。お、ソフォラリトルベイベーで、困った時は、困った時はユーフォルビア、ユーフォルビア困ってるってユーフォルビア、お、オレガノもいいね。オレガノも困った時は、困った時はオレガノ、ケントビューティーですね。まあ、あとヒューケラって手もあったね。はい、この辺どう、落とした、わあ、ほら豪華、豪華、カレックスなんかもね、分けて植えてところの中に、あー、いいですね。ワイヤープランツだ、ワイヤープランツも相性いいね。そうですね、そういえばなんか垂らしたいですよね。ここ、うん、素敵、こんな感じでいけんじゃね、ちょっと入れる、これ。うん、やっぱ線の、久しぶりですよね、線のもの入れるの。そうだった、線のもの入れるの忘れてたわけじゃないんですよ。はい、はい、うんうん、あ、これでいきましょうや。はい、ジュリエットのモダンワインとモンローウォークの何でしたっけ、ベールブワルド、これ覚えれない、ビバカプチーノ、人気者ばっかりで、人気者ばっかりでいきます。はい、石入れますよ、植えてくる、はい、まあ、くびれてるんでね、そんなに排水悪いわけじゃないんで、はい、ちゃんとこう排水していくでしょ、ね、まあ、この辺で入れときます、鉢底石入れます、はいはい、お兄ちゃんにあげたからな、なんて言ってましたよ、この間これちょっと分けときましょうか、はい、なんかこれ全部使わないです、多分、はい、でも線の植物でね、分けれるものはバリ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 分けときましょう、先ね、はい、はい、どれぐらいかな、 2,3 本じゃないかなっていうぐらいですから、この程度、あとはね、また次に使いましょうかね、はい、ちょっと8分まで今ね、土入れました、結構口広いしゆっくりだから割と植えやすいかも、あの夏の寄せ、春夏の寄せなんでね、ギチギチにたくさん植えるというよりは、はい、ちょっとゆったりめでいいんじゃないですか、ちょっとゆったりめにですね、ゆったりめにね、これも2つ分かれた、はい、うん、ソフォラリトルベイベー、これも室内観葉的なところでも屋外用でも人気ありますね、人気ですよね、強いですからね、はい、で先ほども言いましたけど、こう回るのね、気をつけましょうね、回って外れちゃうんで、はい、はい、そっちが前ですね、はい、おう、オレガノもやっぱり分けちゃっておきます、もうざっくり使ってもね、いいかもですね、これがもっと割れるけど、じゃあこのざっくり感がいいかも、ほい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 、お、ここ、ちょっと鉢の位置が今日高いな、なんかペチュニアでわーって動きが出るからさ、他の植物もね、カチッとしてなくて動きが出るやつで大きくなってきたら絡み合うっていうのがいいと思いません？これ結構僕意識してることなんですよ、気をつけてることとか、同じような性質のものがいいですか、動きがあるやつね、動きがあるやつ、動きあるやん、ほらこれだけで、そうですね、ね、やつがいいんで、ペチュニア、はい、これは
モンローウォークのベールバルド、はい、はい、ベールバルドポット外しましたね。型取ります、ね、で根っこ下をこうむしります。いい状態で、蒸れそうな葉っぱとか蒸れた葉っぱとかあれば取りますが大丈夫、綺麗な苗。向きを見ましょう。どっち？こっち。こっち。はい。ね、はい。まっすぐ植えるというか、ちょっと前向きにします。ちょっと前向き。はい。これだけでこの微妙な角度で全然違いますって。真ん中辺。真ん中辺で。真ん中辺で、真ん中あたりってことね。はい。はい、お花がこっち向いてます。向いてるやろ。はい。こんにちはって感じ、うん、これあるね。こういうのね、散らしてこうし、こういうふうにするともう動きあるじゃないですか。動きあります ね、この動きを出すやつが、あ、そうそう、もう一つコツ、ペチュニアのことじゃないんだけど、この動きを 出そうとする植物がね、これね、線が太かっちゃいけません。線が太かっちゃいけません、はい、線が細い方が動きがない、さりげなく流れてる感じとかが実はね、それで十分なんですよ。動きを出そう出そうとして太い枝がドーンドーンってと、結構それがね、動きというよりはもうそういう形になってしまう。ここ気をつけた方がいい。なるほど。はい、神戸行ってたくさんね、皆さん来てくれたのよ。はい、お土産もらったりとかね、いろいろしてね、はい、どら焼きいただきました。あとあの佃煮も美味しかったね。美味しかった。ありがとうございます。あれめちゃくちゃご飯食べてる俺、うん、めっちゃうまいね。美味しかったです。なのでまたください。ストレートに包み隠さず感情を言う。また食べたいです。はい、忖度なしでまた欲しいですね。遠慮してたら損損ね。遠慮なくまたいただけるものはいただきましょう。はい、ユーフォルビア、ダイヤモンドね、困った時はユーフォルビア。はい、何も喋らずに俺ほぐしてたね今ね、神戸の話。神戸ほんとね、いい素敵なとこだったしね、うんうん、素敵な人たちだったしね、やっぱ良かったな、また行きたいですね。ゆかさんもね、機会があったら、はい、そうですね、はい、これも結局あれじゃない、線が細いじゃないですか。そうですね、チラチラっとして、そうそう、これも結局線が細いからどこに入れてもなんかおかしくない、邪魔にもならないね。あ、指先今拭きました。指先拭いたんで、よりあれですよ、指先ちゃんと拭いてくださいね。ペチュニアはほらさっき言ったひっちゃこねっちゃこするんで、はい、あの手の汚れがそのままついたりしますよ、葉っぱにね。気をつけて必ずあの指先なんかをこうね拭きながら作業に当たりましょう。はい、はい、ジュリエットのこれはモダンワインでしたね。はい、ね、はい、処理の仕方は一緒、こういう感じで。ももう葉っぱも今日はね、なんか葉っぱのところに何か合わせるっていう感じじゃないんで、もう葉っぱも見えるし前側なんで、もうこのままいきますか。はい、はい、あ、でもちょっと待って、ちょっと待って、せっかくなので少し入れますか、ここ、はい、間に入れましょうか。またカレックスがね、はい、いい味出すんです、カレックスが、うん、おしゃれ、おしゃれでしょう。でモダンワインをちょっと斜め前かな、これ、はい、ね、傾き加減に気をつけながら、ね、向きに気をつけながらここに入れよう。いかがでしょう。うん、うん、動いてますね。いいです。動き出てますか。動き出てます。動き出てます。おっしゃ。そしてこの辺にせっかくなので、何でしたっけ、オレガノも、はい、ちょっと入れつつ絡みつつ、難しくはありませんよ。
チーノやっぱいいよ。カプチーノね、ポット外しました。葉っぱの傷んだのがもしあれば取ってください。大丈夫大丈夫、肩取りましょう、肩取りましょう。よっしゃ。いや明日はね、美香さんクレヨンイベント ね、 そうですね、園芸ガイド、ね、さんの創刊50周年イベントもあるし、春はなんか目白押しですな。目白押しですね、はい、よしいいか。お、これはちょっとどっちかというと横にこう伸びる感じもあるんで、はい、これマップ前こうやね、やっぱそうですね、はい、何でしょう、都合が悪いと言うと僕が滑った時黙るよねあれなんか、ね、助け舟を、ね、求めてるの分かりますよね、なんとなく。そうですね、分かるけど、なんかもうね、どう、なんか見えてないが、なんとなくもういい感じはしてる。いい感じです。欲しい、ここにまた、それともケント、ケントですかね。ケント言っとく。はい、おう、はい、ケント行きましたね。収まってる。今日なんか鉢が高いけさ、より見えない。見づらい、そうですよね。店長見えてないですね。ワイヤープランツ、スポットライト、斑入りのね、ワイヤープ。モダンな、あ、モダンでちょっとおしゃれなね、鉢とか寄せとか、なんていうかな、モダン、アンティークタッチな感じとか。もう必ずね、これもコツですけど、ソフォラと、ね、ソフォラとカレックスと、このスポットライトって結構効くんですよ。入れたらアンティークっぽいじゃん。あとナチュラル感も出るし。うん、ね、それで分かれるんで、分けても使えますし、はい、一回割っといて横に並べるみたいな、ね、でもいいし、はい、で塊でこうなると、ね、固まった感じするでしょ。分けて横に並べるってこともある。どうでしょうか、どれがいいかな。これここに一発で良さそう、見たさ、一本で良さそう。あ、今この下から潜って出てくる感じ。はい、もう一個いく。もう一つ欲しいですね。欲しいですか、どうした。はい、お願いします。ね、下をにちょっとこうね、くぐらせる感じっていうかね、こうします。じゃあ、はい、はい、いかがでしょうか。まだ間引いても何もしてないですけど、はい、はい、どうですか。もうかなりいけてますね。いいですね。どうですか、文句はないです。でございます。はい、はい、そしたら仕上げていきますよ。はい、いいですか。はい、土をすくってぐるーっと一周入れますよ。回すときね、あの頭だけ回したら本当ポコッと取れるから気をつけてね、鉢を。はい、はい、こう持ち上げてこういうふうに回してください。でも軽いですからね、プラなんで。そうですね、うん、値段も手頃だし。そうそうね、あ、そうね、お値段もね、うん、まあ、解体できてスタッキングできる方もあるんだろうね。温暖的に安いんですね。そうですね、うんうん、この型だったらもうね、一箱に一つしか入らないから、さ、高くなるよね。うん、中の方も土をちょっと入れますね。いいよ。はい、土が入りましたんで、はい、はい、今日も行きましょうか。はい、軽く入れる、穴が開く、土を入れる。いいね。軽く入れる、穴が開く、土を入れる。よしよし、あれからカープは勝つ。良かったですね。はい、でも昨日ちょっと負けちゃったんで、まあ5勝5敗、まあまあまあ、うん、まあ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 、軽く入れる穴が土を入れるね。投手陣がね崩れてないんで、まあ中継ぎはちょっとあれですけど、先発投手陣はすごく頑張ってくれてるんで、まあ、なるべくね交流戦が始まるまでにやっぱ白星を重ねていきたいですね。交流戦ちょっとパ・リーグ相手が苦手なんですよ、いつも。なんでそこで大体ね、交流戦はね下から最下位に近い方に大体なっちゃうんで、なのでよくね、セ・リーグとやってる時にね、ただ面白いですね。今年はメジャーもね注目度高いんでいいじゃないですかね。とにかくなんかこう明るい話題ですよ。
スポーツってのはね、世界水泳もやってね、すごいね皆さんね、日本人選手って。そうですね。お、すごい、軽く指入れて穴が開いて土を入れるが、もうそんなんなかった、うん、結構浅めなんでね、こうなってるから。深いカップはまたね、ちょっと結構土が入るかもしれないですけど、浅いのってね、入れやすいですね結構ね、こういう形って入れやすいですね。美人さん作業とかね、はい、最後ね、はぐみをして、隠れた葉っぱとか花とかあったら出してあげましょうね。潜ってるのがないかな、大丈夫な、必ずそれぞれに1回は指を入れて触ってあげてください。はい、それでは完成でーす。わー、すごくない？すごい、いいよ、いいよ、ねえ、どう、素敵でしょ？素敵です。はい、ちょっと裏見る、結構の裏はね、開いてるんですよ。風は結構通るかなっていう。そうですね、うん、あのキチキチに全然植えてないんで、はい、全然です。はい、28センチ、27センチのね、9号鉢の大きさに、まあ、だからどっちかというとこうかわすように植えてるっていうか、はい、こうじゃなくてね、はい、なんかこうね、それぞれこう外側外側に向けてるって感じで、ペチュニアの形を生かしてるっていうね、このふわーっと伸びるピンピンピンといくやつと、ふわーっとこうなるのと、ピターっとなるの、これをうまく利用した感じになっちゃったかな、結果的に。はい、はい、でユーフォルビアの質問間違いないでしょ、相性でしょ、ソファラの動き出てるでしょ、出てますね、はあ、そしてカレックスも動きを演出してるんで、あのなんかな、伸び伸びとこういく感じがあるじゃないですか。はい、そしてアンティークタッチ、はい、ね、いうことない、おしゃれ来た、どうやった、どうやりました、どうやりました、どうやれる寄せ植えが作れますんで、はい、はい、あのペチュニアでね、こういう変わった花色というか、こうおしゃれな花色のペチュニアこうして楽しむ、カップですよ、カップ。これね、同じ植え方だとしてもカップだったらどの形状でもね、合いますから。はい、今日ちょっと植える関係上低いやつにしたけど、同じ内容でこのカップでも絶対合います。ぜひね、覚えてください。ペチュニア類、横にこう這う感じのね、わーっと広がる感じの、バーベナとかペチュニアっていうのはこうカップ型が結構おしゃれにまとまるんです。教えちゃった。ありがとうございます。はい、学べる、遊べる、楽しめる。おチャンネル。皆さん、これもシンプルでしょ？シンプルですね。これ 3A3B なんですよ。カプチーノとシルキーラテって書いてある。3A3B。これいいよね。カップごといいですね。カップの色に合わせましたけどね。はい。大きくなったらこうわーっと絡んでね、なんかこうわーっとなるだけなんで、間違いないですね。間違いないですね。はい、そして兄弟、弟分。弟分の感じですね。これカリブラになって。たり、はい、のバコパですけど、うんうん、こういう感じで、さっきの今の前のやつ、はい、前のやつはどこからでも全方向見れるタイプですね。そうですね、 3A3B、はいはい、で今日植えたのとかこの、ね、弟分のやつは前後ろが決まって、はい、後ろで前ってね、これあ、やっぱ使ってるでしょ、ほらワイヤープラン、ワイヤープラン使ってますね、いいですね、うん、そしてね、ミカさんね、これをね、こういう花台に置くんですよ。ほら、あー、バッチリ、バッチリでしょ、ちょっと前にすみません、バッチリじゃないこれ、花台との相性が、そう、はい、ということで今日の寄せ、こっち、こっち、よかった、よかったです、はい、素敵です、はい、素敵ですよね、はい、ちょっとおしゃれなワン、うん、だからワンランク上って言ったらあれですけど、少し、レベルアップした寄せ植えね、こうして簡単に作れるっていう今日のコツさえ見てもらえれば、ペチュニア完全版、そして一つで大きくなるっていう方法もね、もちろんその楽しみ方もグッドですので、ダブルグッドで、はい、で過去動画の方は、ね、概要欄貼ってますんで、はい、はい、今日の動画良かったよって方はチャンネル登録やおすすめ、そして植物の毎日の本まだっていう方ね、ぜひそちらのご購入も検討してみてください。次号に繋がります、よろしくお願いします、お願いします、はい、じゃあ何だったっけ、
学べる、遊べる、楽しめる、あ、しょうがないと。はい、ホニチャンネルでした。皆さん、はい、またね。別に逃しちゃいかんよ。